大切なヘモグロビン A1C6.5% という境界線生活の質を著しく悪くしたり、死をもたらしたりする様々な病気の大元になるのが、糖尿病です。皆さんが糖尿病であるかどうかを、どのような方法によって決めるのでしょうか。企業などが行う健康診断では、これまでの病歴は、体重の増減は、喫煙の有無は、などといった問診を受けます。 また、皮膚やめなどの触診や、指診も行われます。これらの結果、糖尿病の疑いがある場合は、さらなる検査を受けることになります。表1に示したような4つの試験が主に行われています。血糖値というのは、ブドウ糖の血中濃度のことで、1デシリットル、つまり 100cc の血液の中に、ブドウ糖が何ミリグラム含まれているかを 空腹の時とそうでない時にそれぞれ採血して調べます。また75グラムブドウ糖負荷試験という試験もあります。水に溶かした75グラムのブドウ糖液を飲んで2時間後に採血し血糖値を測るものです。これらの値も重要ですが、中でもこの本で頻繁に登場する値が4番目に掲げたヘモグロビン A1C というものです。 血液の中には赤血球という成分が含まれていますこの赤血球を赤いものにしているのがヘモグロビンという鉄とタンパク質でできた物質で肺で受け取った酸素を体中に送り届ける大切な役割をします実はそれとは別にヘモグロビンは血液中の糖の量がどのくらいかを測る指標にもなりますヘモグロビンはブドウ糖と手を結びやすい性質があります そうして、ブドウ糖と結合したヘモグロビンの代表的なものが、ヘモグロビン A1C と呼ばれるものです。検査では、注射器で取った血液に含まれている、すべてのヘモグロビンの中で、ヘモグロビン A1C がどれだけ含まれているかを調べます。糖尿病かどうかの判定は、検査を2回行うなど複雑ですが、 ヘモグロビン A1c について言えばこの率が6.5%未満か6.5%以上かというのが糖尿病型かどうかを判断する大きな分かれ目になっていますまた6.5%未満だとしても糖尿病ではないと安心するわけにはいきませんヘモグロビン A1c が6.0%から6.4%の間の人は境界型の可能性が高いです いわゆる糖尿病予備群です糖尿病型ではないからといって気を抜くわけにはいかず今は食事療法や運動療法が進められていますヘモグロビン A1c の率を見る検査には過去1から2ヶ月の平均的な血糖値を調べられるという特徴があります血糖値検査よりもヘモグロビン A1c 検査の方が日頃の生活習慣が反映されていると言えるでしょう 以降、ヘモグロビン A1C は何度も登場するので略して HbA1C と表すことにします。